で、お金の話なんですけど、日本の平均年収って、42歳で420万が平均年収なんです。なるほど。そうなんですね。そうですよ。当たったら当たりって言ってもらうんですよ。はい。これ、いいんすか？大丈夫かな？タモリチャレンジ、今回のゲストは、羽生さんです。羽生さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず、山根からの紹介で。はい。お金の話、知ってます？やるんですか？やります。お金の話？当然ながらあります。いや、やってましたね。今、スカウトされてますよね。はい。スカウトのお金の話を。スカウトのお金の話？したいんですけど、はい。はい、僕、よく知らないんで、いろんな形態があるのかなって、まあ、予測するんですけど、はい、例えば、歩合制なのか、はい、まあ、基本給があるのか、はい、で、スカウトだけっていう仕事ではなくて、はい、何かの総務的なものがあって、その一部でスカウトしてるのか。いや、スカウトだけです。スカウト、お、すげえ。まあ、形、チームによって違いますけど、強化部のスカウト担当みたいな感じで僕はいるので、スカウトしかやってないです、基本的には。高校生と大学生、僕今見てるんで、そこでいい選手入れてくるのが基本的な仕事なんで、プラスアルファって言ったら、そのクラブがどう強くなるかとか、どうやってチーム作るかとか、外国人どんなやつがいいかとかっていうのを話し合うところぐらいまでやりますけど、基本的には他のことはやんないです。うん。はい、なんか怒ってます？いや、怒ってないです。怒ってないですか？はい。なるほど。で、お金の話なんですか？スカウトっていうのは、まあもちろんどこのクラブにも J1 のクラブ、J2 のクラブであれば所属しているんですよね。はい、大体あると思いますけどね。はい、で大体それはサラリーをもらって。そうですね。僕の場合は契約で、1年契約で年俸をもらって、それだけです。歩合とかもなければ、いいやつ取ったら金くださいっていうのは言うんですけど。それは今のところ通じないですね。通じないですか、はい、まあ、もしいい仕事できれば、次の年ちょっと上げてくれるって感じだと思いますけど、あ、選手の時から比べたら別に、がっかりするような額ですよね、やっぱり。基本的に。ああ、選手として見れば、はい。はい。一般サラリーマン的には、どうなんですか、はい、いや、もしかしたら下かもしれないですね。うん。もう僕40だから、もっともらってる人も多いですね、多分。日本の平均年収って、42歳で420万が平均年収なんですよ。なるほど。そうなんですね。そうですよ。日本は。それよりが上ですね。まあそうですよね。じゃあもらってますね。まあ、まあ、でも契約なんで、1年で終わっちゃうかもしれないし。まあ確かにそうですね。もらってるっちゃもらってんのかもしれないですけど。ああ、じゃあもらってるんですよ。やっぱり平均年収が。平均よりか、今の話で言ったら上ですね。当たったら当たりって言ってもらいます。はい。とりあえず言ってください。わかりました。とりあえず言ってください。じゃあ、10万のくらいは、やめてくださいね。はい、なしにしてください。100単位で当たったら。はい。いきますよ。はい。違いますね。もっと？いや、もっと言ってないですね。あー、でもそんぐらいか。一回、って言おうとしたんだけど。これ、いいっすか？大丈夫かな？なるほど。まあ、平均年収よりは上ってことですよね。まあ、そうですね。はい。聞いてみたことがあったんですけど、はい、俺、正直に言ってほしいんですよ。はい、そのリスペクトするとか、しないとか、そういう話じゃなくて、はい、現実を見て、はい、分析、評価していただきたいんですけど、はい、まあ、先日、まあ、山根選手からの紹介で羽生さん、はい、今日対談に至ったんですけど、はい、まあ、山根選手僕の後輩でもあって、はいはい、まあ、地元の、まあ、希望の光だったんですよね。はいはい、で、同じユニバーじゃないですか。はい、で、まあ、もちろん千葉北でも一緒だし、はいはい、で、その後、まあ、彼は浦レッズ行って、羽生選手のジェフ行って、はい、で、浦レッズで彼は1年でクビになったんですよね。はい、で、その時すごく私胸が痛くて、はい、で、その後の、まあ、活躍もずっと目で追ってますけど、はい、まあ、言ってみればこう、明暗を分けたと思ってるんですよ。はいはいはい、羽生選手、オシムジャパンで A 代表で選ばれてますし、はい、その理由って何だと思います、はい、でもずっと気にされてたじゃないですか、山根選手のことは。まあそうですね。ノブがしかも1年でレッツ辞めた時はみんなくれて、
何がで分けたっつったら何なんすかね。俺からしてみたらノブめちゃくちゃうまかったから、うまい寄りだったっていう感じなんすかね。僕はどっちかっつうと、ノブとかより下手だ下手だって思ってたし、そうやって言われてきたんで、走ったり、がむしゃらに一日一日やるしかないっていう感じの方が強かったし、目に見えるところのうまさだったら叶わないなって思ったし、もちろんライバルってみんなから言われたし、そうやって比べられて、俺の中でやっぱりノブがいて、俺がその下で追ってるみたいな絵だったと思ってるし、まあもちろん周りの千葉県の人たちもそう思ってたと思うんですけど、まあだから負けたくないっていうのももちろんあったけど、うまさのところの勝負に多分挑む形になったと思うんで、僕はどっちかというとそこじゃなくても、量とか、小さいですけどその強度とか、常にこう、アグレッシブさだったり、叩いて動く、叩いて動くみたいな。あまり自分では何かするっていうわけではないかったのに対して、ノブはやっぱり、できる選手だったんで、逆に言ったらできる選手たち、レッツの上手い選手とか、そういう人たちと比べる競争になったんで、うん、っていう感じなのかなって僕は思いますけど、だからもうスカウトとかしてても、上手いけど、やっぱりメンタルのところがすごい気になるし、本当頑張れんのかなとか、走れるかなとか、チームのためにとかってなるのかなとか、今は王様っぽくやってるけど、周りのレベルが上がった時に、まず王様じゃなくなった時にどういう感じになるのかなとか、そういうのは気になるんで、どこかって言ったら、そんなイメージですかね、俺の中では。羽生さんから見て山田選手って特徴ありますか？いや、やっぱ感覚的に、俺が例えば前に行ってたとして、ノブが後ろに、あ、まあ、ボランチぐらいの位置でもし受けたときに、え、いつ見てて俺にパス出したんだっていうぐらいな、ひょいってこうワンタッチで入れてきたりしたときに、こいついつ見たんだろうな、みたいなのとかは、その感覚がやっぱり羨ましかったっていうか、あ、ちょっとなんか叶わないな、という感じでした。希望の星っていうのもよくわかりますし。いや、ほんとそうだろうな、と思ってましたけど。僕の学生時代の羽生さんってなんか足が速いってイメージがあったんですけど、あの、山根にこの間、あ、ついこの間飯行ったんですけど、はいはいはい、それ言ったら、いや、別に足は普通だよって、ただ飛び出しは半端じゃない、なんていうんですかね、うまいと。あの飛び出しは普通じゃないうまさがあったって。すごいなんかリスペクトしてましたね。いや、あいつ必要以上に俺のこと言ってくれるんですけど。あ、そうなんですか？はい。褒めてくれるんですけど、全然俺からしてみたらお前の方がうまいからっていう話をいつもしてるんですけど、あのユニバーシアードのメンバー見た時はなんか不思議な気持ちでしたけど右羽生左山根みたいな確かにかなり昔ですけど、なるほど、山根選手の話分かりました。はい、この間あの山岸さんと話して、あのすごくオシムさんのことをリスペクトされてるなって思ったんですよ。はい、じゃあ会いに行けっつっててください。わかりました。まあ、あの、オシムさんがモチベーションの一つだったみたいで、はい、で、羽生さんの LINE、オシムさんとの写真じゃないですか。あ、そうです、はい。あれ、だから、あの、去年行った、去年の最後に自分で行ったやつです。会いに。やっぱオシムさんって特別ですか？特別っすね。だから、オシムさんになんでお前コーチやんねえんだっつって言われて、俺がふざけて、いや、オシムさんが偉大すぎて、そんな監督になれる自信がないから、そうすると挑んだところでもう負けになるから、やんないんだって俺言ったら、みたいな。なんでそんな風に思うんだみたいな。お前らしく、お前がやればいいだけだろみたいになったんですけど、いや俺負けず嫌いなんで、こう、花から負ける試合挑みませんつって、ふざけて話してたんですけど。人間的にも成長させてもらったし、まあそういう人に会えたから、なんか生きていく上でこう、苦しい方を選べたり、なんか迷った時にこっちの方が大変だけど、なんか得られるかもしれないとかっていう、こっちもチャレンジングだって思ったりっていうのが多いですかね。そういうのをなんか分からせてくれた人から、すごいなと思って。監督としても僕らはすごい楽しかったですけどね。そうですね。そうやって今でも認めてくれてる人がいることが、偉大さだとも思うし、うん、あの時のサッカー見たかったなみたいな感じで言ってくれるのは、まあ、本当オシムさんの偉大さだなと思いますけど、
今でもそうやってコメントを日本から求められて、大会ごとにこう喋ってたりするのは、やっぱすごい人に教わったんだなと思うし、胸張っていい仕事して会いに行きたいなっていう感じなんですよね。それが目標っす、本当に。夢あります？夢っていう意味、何なんですかね。中の上ぐらいの、ね。中の上ぐらいな生活はしたいなと思いますけど。ああ。すげえ、アホみたいに稼がなくてもいいですけど、家族で旅行行ったり、会食したりっていう、そこにストレスなく行けるぐらいのことはまずやんなきゃいけないなと思ってますけど。やっぱサッカーがいいんですか？いや、そんなことはないです。あ、そうっすか。はい。サッカー、だ本当に俺、何なんですかね。サッカー全然やりたくないですよ、やめてから。え、マジっすか？はい。一回もやりたいと思ったことなくて。イベントとかでサッカーやるって言われた時の憂鬱さ。え、マジサッカーやんのか。今とか見てるだけで、やりてえなって思うことはないです。ボロされてえなもないっすか？ないっす、ないっす。不思議。あるからちょっとリフティングしてどんぐらいできるかなとかって見たりもしますけど、蹴りてえなとか、あんまないっす。マジっすか？はい、病んでます？病んでんすか？いや、マジっすか？全然ないっす、マジで。よくやってたなって思います、試合、トップの練習とか見てても。俺、ここいたんだ、みたいな。すげえな、みたいな。今は全然やれる気もしないし、それこそちょっと前やってもボールどっか行っちゃった時とかに恥ずかしいとか、こんな自分になった自分をこう感じちゃうのが恥ずかしくて余計にやりたくなくなったっていう。へー、あ、そうなんだ。だから多分感覚が違うんでしょうね。もうやりきったとも思うし、やりきらせてもらったっていうか、よくみんな認めてなんかパス出してくれたなみたいな、一緒にやってくれたなとさえ思うっていうか、なんか本当にお話聞いてると本当に仕事してるって感覚だね。そう、多分そうなんだと思います。でもそこまでね結果出せたら、でも不思議、不思議です。すごい不思議。不思議、そうなんですね。また分かんないです。俺も不思議です。まあでも普通ってのはないですからね、特に、まあ、自分ね、自分が普通ですから、まあそうですね、周りと比較するもんじゃないと思うんで。そうなんですね。ただもうちょっと元気になってほしいです。挫折ってあります？まあ僕の記憶の中には挫折なのかなっていうのが2つぐらいあるんですけど、はい、羽生選手自身どう思われてる？挫折っていうか、どん底って意味じゃ PK 外した時ですね、やっぱ。アジアカップで、はい、まだ結構メディアに疲れてましたよね。そうですね、しんどかったですね。あ、しんどい、うん、今でこそ PK 別に蹴んなくても、海外の選手は、ね、俺 PK 苦手だと蹴らないって多分あると思うんですよ。僕はあの時、もう正直蹴りたくなかったなと思ってたんで。言っちゃったんですよ。この間、鈴木啓太とか会った時に、あの時マジ、みんななんかもう、まあそれ言ったら他の選手はいなかんや。いやいやいや、言いましょう、言いましょう、そこまで言ったら。じゃあまあみんなも別に、そう言ったんですよ、僕は。正直蹴りたくなかったけど、責任持ってやったんだっていう。メディアの人は多分前のところしか取らないから、それがバーンって出て、本当は炎上みたいになりました。